邪魔邪魔けお前はよどけお前そこおい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 ちょ待ておいおいお前おいどっか行けお前バッフェお前俺のチャンネルじゃお前勝手に乱入すんなバッフェお前おいえーはいどうも B モリルの B バファローズの B ですバッフェはもうちょっと今日は出しません、はい、あいつは、うんあいつノーリスペクトなホチンなんで。こんな日にね、歓喜の動画なんか出されたらたまったもんじゃないですよ。このチャンネルね、元来、ね、昨日チャンネル登録10万人行きまして、はい、ありがとうございます。そのチャンネル登録10万人というね、このね、大台、まあ、1個の節目、どうやって僕が行ったか。この大半の期間、オリックス・バファローズをね、一応応援してきて、積み上げてこの10万人。お前みたいな新参者にな、この10万人いた翌日の動画任せられるかボケ、お前おい。ということで、はい、本日、バッファが、担当しようと思います。はい、バッファは今日はもう動画出しません、あいつはもう。帰れ帰れお前、ほんま。ということで、本日、オリックス・バファローズ対中日ドラゴンズの試合がありましたが、はい、本日、オリックス、1対2、さよなら負けでございます。トントジャーイ！いやいや、何今日の試合、広すぎるて。このバンテリンドームに打ってきた京セラでさ、あんだけさ、広島にさ、繋がって、茶野選手にする満塁ホームランってさ、あんだけ繋がったやつがね、このバンテリンドームに来た瞬間、ほらもう全然繋がらない。球場に染まるなよ。名古屋に染まるなよ、おい。ということで、はい、本日の試合、2対1。本当にね、攻撃の仕方としてはフラストレーションたまる試合でしたよ。まずこれね、1回の表、先発の山岡大輔投手、もういきなり岡林選手にね、スリーベースを打たれまして、ここでね、ワイルドピッチで、選出されました。これはね、森友問題なのか山岡問題なのかわかりませんが、もったいない！勢いに乗ってる中日さ、乗せていってもう出るやん。もったいないよ。結局これタイムリーで点取られてないですよ。ワイルドピッチで、いい点取られてるんですよ。相手先発の小笠原投手、まあ、今日かなりね、いいピッチングしたんですけども、これ野口選手がね、ツーベースを打ちまして、先頭で。ここから、昨日満塁ホームランを打ちました、茶野選手が、タイムリー同点に打ちました。茶野はいいよ。茶野はいい。茶野は昨日から本当にいい働きしてくれてる。打率もまた2割8分に乗せてきましたね。本当にね、調子上がって、下がったかもまた上げてくるからね。いや、本当にこの対応能力、うん、そういうところもやっぱ本当に育成要因とは思えないね。しかしですね、ここから本当に点が入らない。いや、これマジで。小笠原慎之介投手にこれ7回まではもう完璧に抑えられますと。はい。代打セデーニュとかね、策も寝るんですけども、なかなか当たらない。しかしね、先発の山岡投手、もう何とか粘ってくれるんですけども、結局援護なく、山岡投手今日も勝てず。山岡投手ね、防御率が本当に1点台とかでね、先発としてはちゃんと仕事してくれてるんですけども、未だ一緒。去年もなんかそんなんやったよな。防御率めちゃめちゃ良くて、でもなかなか勝てへんみたいな。山岡投手に何回そういう仕打ちをしたら気が済むんやと。昨日の俊平太とかね、援護もあって、もう今5勝0敗やけど、まあ、ピッチングが素晴らしいのはもちろんのことですが、山岡投手は対照的にこれも全然勝てない。何の差だこれは。そして8回から中日ね、継投きました、祖父江投手、これ一見森友がヒットを打ちましたが、頓宮ショートゴロで、はい。今日結局ギータが3安打打ってるんで、頓宮多分これ、首位打者から落ちましたね。1日展開だったということで、はい。まあ全然まだね、チャンスあると思うんで、頓宮が頑張って、裸の付き合いで、ね、頑張ってほしいですけど、オリックスも継投に入りますが、山田信がね、途中から入ってきて、ノブは本当に頑張ってくれた。そして9回の表、ライデル・マルティネス打てるわけがありません。でも、野口選手がなんかツーベース打ったんですけど、まあ結局連打は出ないですね。そして9回の裏、ここ阿部翔太投手がね、買いまたぎで行って、こう高橋選手にヒット打たれましたと。ここから木野拓選手にも繋がれて、これ福永選手フォアボール、ここでビシエド。絶対絶命、ツーアウト満塁ピンチでビシエド。ここなんと、ショートゴロに打ち取って、延長入りです。ビシエド中継ぎが流れを作ってくれるんですよ。中継ぎが。で、ライマルももう9回で終わりました。ライマルが降りたからもう、こっからチャンス。こっちに部があるんじゃないか。10回は清水投手がマウンドに上がりました。ここなんと、ワンアウトから茶野選手がフォアボール出ました。さあ、勝ち越しのチャンス。ここでベニー、やってくれ！ベニーここで、痛恨のゲッツ。頭痛い。お前、いっちゃんやったかことすんなよおい！
そしてね、10回の裏もね、これはピンチ作るんですけども、本田仁美投手が、これ劇場で何とか最後、リューク選手をね、2アウトランナー1、2塁から、抑えてくれました。さあ、残す攻撃、守備は、2回。しかし、11回の表ですね。11回の表、勝野投手がマウンドに上がりましたが、ここ、なすすべなし、三者凡退。もうだから、今日本当にね、打線が全く繋がらない。本当にこれ、3回以降は、マジで点入る気配なかったよ。なんか、もう点入るって感じなかったもん、正直。なんか、ベニーがね、その出てきたところも、ベニーがゲッツーってところも、なんかやらかすよ感じたもん。なんか今日はね、そういうなんか負のオーラがまとってたんよ。なんでや、それは。なあ、あいつのせいか、バッフェのせいか。あいつがなんか変な呪いかけてるんか。帰れよ、お前、ほんま。そして11回の裏、マウンドに上がったのは、ワゲス。しかしワゲス、これ2アウトをポンポン取りまして、今日はいいワゲスなんかと。まあ、ワゲス結構セリーグ相手にね、無双するとこはあるんで、もう今日はワゲスはしっかりやってくれるかと思ったら、これ2アウトから福永選手にヒットを打たれました。まあ、2アウトですからね。2アウトランナー1塁しかも、全然いい。ここからですね、ビシエド選手の打席のところで、福永選手が盗塁しました。得点圏です。まあまあ、ただね、ビシエドを抑えればいいですから、ビシエドも今全然調子が上がってきないというところ、ここでフォアボール。まあ、判定にも結構泣かされましたが、ここでのフォアボールは本当にいらなかった。結局、これ次のバッター、岡林選手、ここ、ヒットで満塁です。ツーアウト満塁。はい、絶対ですね、ピンチで、ここで村松かいと。なんかバッフェがね、ずっと、村松、言うてね、なんか村松の満塁ホームランが忘れられへん、言うて、選手もサヨナラヒットを打った、言うてね、大はしゃぎしとったんですけど、はい、そんな知らんがな。こっちからしたら抑えてくれたらそれで、そのバッフェのお気に入りとか知らないんですけど、マジで。まあこれ、ワゲスはね、本当に押し出しフォアボールが怖いところなんですよ。まあ、そこだけが心配やったね。ちゃんとゾーンにボールを決めてくれれば、まあ、抑えてくれるなというね、感じはあったんですけども、村松選手、ここで、初球を叩きまして、サヨナラヒットです。ワゲスお前、ワゲスお前、結局お前、最後はそれかい！いや、また村松選手。先週もサヨナラタイムリー打って、今週もオリックス戦で、ね、その前はなんか満塁ホームランみたいに打ってね、なんか、バッフェが多分暴れてるんですけど、お前、もう、ほんま見るのも腹立つぞ。ほんま村松、ちょっとまあトラウマなんですけど、村松選手。まあ見てたら頭痛くなってくる。バッフェのそのはしゃぐ姿を見て。マジで、トラウマやわ。天敵オールスターズ、俺ほんま1回しか打たれてへんけど、マジでこれノミネートあるぞ、マジでこれ。まあ、勘弁してくれ！ということでね、バッファ VS バッフェのこの伝統の一戦、第一戦は、まさかの痛い敗戦でね、中日に負けましたが、まあ今日はバッフェの出番はこれ以上ありません。はい、もうあいつ見たらもう腹立ってくるの、ほんま。マジまあ、明日もね、デイゲーム生配信もね、このバッファがやっていきますんで、たまにちょっとバッフェがね、乱入してくる場面もあるかわからないんですけど、ちょっとね、早く追っ払ってね、もう、ちょっとほんま、俺のチャンネルやからさ、これマジ、勘弁してくれました。ということで、はい。まあ、今日は痛い敗戦です。これでなんか中日と日ハムが、交流戦首位だったみたいですが、まあ、中日もやっぱり調子が上がってきてるんですね。まあ、いいチームだと思うんですけど、いいチームだと思うけどね、バッフェに負けるわけにいかないんで。明日こそはマジで、絶対死ぬ気で勝ちに行け。名古屋の地で。オリックスもバトルフェイスで行けよ。フルレディブレー！